本読みの時間主催の甲斐優子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本読みの時間といいますのは実は朗読イベントでして、毎回目の前でラジオドラマの収録をしてますというような感じで役者さんにセリフを読んでもらいつつ字語りも全部読んでしまうという形式で、皆さんに物語世界をお届けしてるんですが、カフェに来てもらって隣の席に座ったカップルが血は喧嘩してる、この先どうなんやろうって聞き耳立てたり、電車で座ってたら隣の座席にいたご夫婦がなんか今度家買う相談してる、この夫婦どんな家建てるんやろうっていう風に勝手に人の話を聞いて妄想してもらうというコンセプトでやっている、朗読会です。毎回中崎町の顧問カフェすぐそばなんですが、そこでやっております。今回28回目の本読みの時間は春待ちというタイトルで、行わせていただきます。2月17日夜公演のみとなっております。春という単語から皆さんがイメージする、なんか暖かい気持ちだったり安心な気持ちだったりにあと一歩踏み出せばなんかそこに行けるんじゃないかなというようなお話を集めてみました。まだまだご予約受けたまっておりますので本読みの時間で検索してみてください。お願いいたします。お願いします。